令和元年10月27日広島広域公園第二球技場にて2019中四国学生アメリカンフットボール選手権順位決定戦、愛媛大学ボンバーズ対高知大学マリンコーズの一戦が行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。ただいまより試合開始前のコイントスを行います。手前側ホームスタンド側がカラー愛媛大学ボンバーズ、奥側ホワイトのユニフォームが高知大学マリンコーズです。この試合に勝利したチームが入れ替え戦を回避できます。高知大学キックオフ、愛媛大学リターンで試合が始まります。タッチダウン、愛媛大6点獲得です。QB サーク、パス成功、ファーストダウン、中央へのランプレー、キャリア36番、何枠9番ピッチプレーから右オープン展開、キックレングス30ヤード、キック成功、3点獲得、高知大学3点、愛媛大学6点。愛媛大学ファーストダウン、インターセプト、パス成功、ファーストダウン、ファースター、パスパスパス、インターセプト、ターンオーバー、クォーターバック12番、右ロールアウトからパスを投じましたが、このパスを取ったのは愛媛大学19番、攻守交代です。ターンオーバー、高知大学ファースター、高知大学ファーストダウン、キュービーサーク、クォーターバック12番、パスを投じようとしましたが、これを愛媛大56番がキュービーサーク、
攻守交代になります。ターンオーバー。ナイスラン、ファーストラン。一番オプションフェーズで自らキック、ファーストダウン獲得。愛媛大ファーストダウン。愛媛大学ファーストダウン。タッチダウン。なにわ君琉球はハンドオフからシュート突破、エンドゾーンに飛び込み立ちじゃん。愛媛大学6点獲得。高知大学リターン、リターナー9番。このリターンはよく、高知大学陣45ヤード付近でボールデッド。不成功。高知大学ここでスペシャルプレー、フリーフリッカー、キュービーサーク。ナイスラン、ファーストラン。スティープフェイスでミドルゾーンへのパス、ターゲット96番、これをノーマークでキャッチ、このままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。愛媛大6点獲得。パス成功、パスだ。パス成功です。ターゲット7番、ファーストダウン獲得です。なにわ9番タッチダウン。なにわ9番ハンドルから中央突破、相手ディフェンスを飛び越えエンドゾーンに入りタッチダウン。2ポイント成功。ランニバック7番ピッチプレーから右オープン展開、ブロッカーの後ろをついてそのままエンドゾーン飛び込み2ポイント獲得。高知大学11点、愛媛大学19点。オンサイドキック、そしてこのオンサイドを取ったのは愛媛大。高知大学自ら攻撃権を確保するオンサイドキックを敢行しましたが、このキックを愛媛大学66番がカバーし、愛媛大学所有したかに見えましたが、この時にボールをファンブル。このファンブルをしたボールを最終的にどちらが抑えたか、高知大学を抑え高知大学の攻撃権となります。高知大学結果的にオフサイドで攻撃権獲得。パス成功。試合時間残り2分6秒。パス成功。ファーストダウン獲得。ターゲット7番、ファーストダウン。ターゲット7番、高知大学セカンドダウン点。ボールオン相手陣37ヤード。試
合時間残り2分1分28秒パス成功。ファーストダウン獲得、ターゲット4番。パス成功。ファーストダウン、ターゲット4番。タッチダウンが取れなければ攻守交代。パス不成功。しかしイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスのパスインターフェア。ゴール前2ヤードから甲子大学ファーストダウンの攻撃です。タッチダウン。クォーターバック順には右にパスを投げようとして右にロールアウト、そしてエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。甲子大学6点獲得。プレーナンバー4-48、高知大学トライフォーポイント。タッチダウンの後のワンプレーです。キックですと1点、プレーでエンドゾーンに持ち込むと2点が入ります。キックによる1点を狙います。キッカー87番。キック成功、1点追加。甲子大学18点、愛媛大学19点。オンサイドキック。このオンサイド甲子大学が確保し、オンサイド成功。甲子大学ファーストダウン。キャッチアンドピッチ、しかしこれも通らず、ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、愛媛大学19点、高知大学18点で愛媛大学の勝利。この結果、入れ替え戦には高知大学が進むことになります。Thank you.
Thank you.